こんにちは、村越正海です。今回はソルトウォータールアーフィッシングといって海でのルアーフィッシングです。ルアーフィッシングというとブラックバスなど湖の魚が有名ですが、海ではいろいろな種類の魚やとてつもない大物をルアーで釣ることができます。さあ出かけましょう。静岡県沼津市を流れる鹿野川でスズキを狙いましょう。スズキは海のルアーフィッシングの世界では最も人気のある魚と言えるでしょう。その気になれば日本中のほとんどのエリアで釣ることができるからです。スズキのタックリについて説明します。ロッドは9フィート、リールは4000番、ラインは8ポンドテスト、ショックリーダーは20ポンドテストを使用します。海のルアーフィッシングではダブルライン、ショックリーダーを含むラインシステムを使用します。まずメインラインの先をビミニツイストでダブルにします。ダブルラインの先にオルブライトノットでショックリーダーをつなぎます。ショックリーダーの先にフリーノットでルアーをつなぎます。いらっしゃいませ。
It's all!